バス僕いつもね乗るんですけど、バスこう前から乗ってお金払って真ん中ぐらいのドアから降りるタイプのバスなんですけど、ほんで僕乗った時になかなか発車せえへんからなんでやろうと思ったら、あのおじいちゃんがトコ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 バスにちょっとあ待ってみたいな感じでこう言ってたから、うん、運転手さんが待ってるんやろなと思って、でこう乗り込んだわけ、うん、おじいちゃんが。でまあシルバーパスかなんか見せて乗り込んで、ああよかった間に合ったと思って、ほんでまあちょっと発車せえへんから、まあまあおじいさんが座るまで待ってるんやろなと思って、おじいさんが後ろの方にトコ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 歩いてって、そのまま真ん中のドアから降りてってんやんか。何やったあの人。なんで何やったやろと思って。いやほんまなんでやろやろな。もうめちゃくちゃだからみんなで目見合わせて乗客同士で何やった今のって。ほんまになんやろな。なんかそういう楽しみ方してるんかもしれんけどな、うん、まあね暇で。おじいちゃん、いやいやそんなことない、多分乗り間違えたとかかもしれんけど、ね、ああそうやな、そう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 乗り間違えたかもしれんけど、あれあれ